はいどうも、天賦散歩チャンネルの時間がやってまいりました。天賦散歩のどぼしるきです。はい、本日はね12月4日、新装のオープン記念レースということで、最終日が行われております。それのね、後編となっております。今回は9レースから12レース優勝戦までね、やっていきたいなと思います。で、前回周辺ね、8レースまでの趣旨がこちらとなっております。はい、負けておりますね。まだまだね、全然取り戻せる金額なんで、急ですからね、穴狙って頑張っていきたいなと思います。第9レース出走ねなんですけれども、5号車の青木八千選手と8号車の、ね、中山選手がね非常によく見えましたね。ただちょっと4号車とかね2号車でもう少し出走だとすればね何展開あるのかなと思うんですけども、ちょっと厳しいかなということで9レースね、考えながら車検買っていきたいと思います。9レースね、車検を買わさせていただきました。56の247選手と58の2467で、8号の246なので、こちらね、586と8号のね、厚めに観察していただきました。はい、こちらね、もう5と8だから鉄板かなっていう気がするんですけどね、果たしてどうなるのか、9レース見ていきたいなと思います。さあ、フライングしたんですけど、1号車がさあ、いけ、5いったよしよしよし、とりあえず5いけよ。8速いな、8の作動めっちゃ速い、進みがめっちゃいいな。嘘でしょ、吉弘さんやられちゃうの、マジかよ、物は多分しか買ってないよ。5番もう一回差し返してくんねえか。青木さん、入れねえか。なんだよ。いや、これここで荒れるか。2と4の頭か。はい、9レースね、248ということで、最後の最後8がね6をまくって248になっちゃったんですけど、いや、ここで大穴が出るんか。ここで9万円台の大穴が出るっていうね。いや、失敗した、まあ、失敗したっていうのはおかしいけど、いや、マジか。ちょ、ここは荒れないかなと思っちゃったんですけどね、ちょ、読みが外れちゃいましたね。はい、10レース頑張りたいと思います。第10レースね、出走見たんですけど、よく感じたのは6号車の中田選手ですね。中田選手の出走はね、かなりよく見えましたね。で、岩田博美選手も3-2ということで、しかも10メートル前で、10メートル前のゼロも
1号車の石川選手が、ね、スタート遅いということで、ひたしたらスタートで叩いていく可能性も十分あるかなと思います。その見た目もまた永田選手がね、まあ、上田選手のスタートに乗っかっていて、いい位置につけられれば十分に頭もあると思うので、まあ、2と6でそのところを買っていきたいなと思います。はい、10レースの車検を変えました、6の頭の2478と2の467、あと7の246買わさせていただきましたね、2662をね、厚みに書くんで、はい、岩田選手と永田選手期待して見ていきたいなと思います。でも40の可能性あるよ、車を順番に。よし、頼むよ、6、去年か、7がいっちゃった、7の3着なんだこれ、7頭までいけ、じゃあ俺が嫌なんだよ、7頭までいけ、よし、7頭までいけ、じゃあ何、7だっつったよ、じゃあよ、頭まで、7頭までいけ、よし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 、74、74までいけ、74までいかんか、74までいっちゃう、724か、74までいくぞ、728までいっちゃう、724でしょ、持ってる、72を持ってる、74まで行け、あー、もうこのまんまだよ、72ってこのまんまだよ、五十嵐さん、させてくれ、よくさせ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 、入れ、入った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 、よし、74を過ぎる、8まで来い、8まで来い、8がつけんの、いや、2消えたね、2消えた、74を過ぎてくれ、8まで来い、行け、8はちょっと遠いけど、7までよ、ライオンがつけるよ、これ2走行するために、8まで来い、8まで行け、行け、8まで行ってる、742か、2がつけて、またダメ、2万件だろう、よしよし、まあ一応当たりましたね、大事ですね、74にね、5万4000円のね、払い戻しがありました、当たりました、よかったよかった、はい、100円しか持ってないんですけどね、まあこういう配置取れれば十分ということで、11レースも、気合入れて穴狙って頑張っていきたいなと思います。第11レースの思想を見たんですけど、1号車ね、かなりよく見えましたね、あと5号車の塚越選手もかなり良かったかなと思います。で、片野選手、思想3名なんですけどね、スタート行って逃げ展開に持ち込みも十分にペース上がるんでね、片野選手もね、非常に怖い存在だなと思います。まあ、そうですね、8号車特にね、すごくよく見えたんで、ちょっと展開的に厳しい感じはするんですけども、それ踏まえて車検の方を買っていきたいなと思います。第11レースね、車検の方買いました、片野選手の頭からね、2の13568と、塚越選手の頭から5の268を、あと8の25をね、変換させていただきました。はい、まあ、片野選手もね、逃げればペース上がるということで、まあ、一発頭あるんじゃないかなということで変換させていただきました。あと塚越選手もね、質も良かったのでね、塚越選手の頭と、あと小林瑞希選手の動画でね、これで11レース見ていきたいなと思います。さあ、2とこ頼むよ、あ、外行った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 、危ねえ、8が行く、リサちゃん頑張れ、うわマジか、2がペース上がってないな、やばい、まずいってそれは、2番頑張れ、もっと入られない、うわマジか、そんな行くんか、
電車382382はい、第11ですね。町田選手の頭で382でね、ということで、外れてしまいました。町田選手がね、思ったようにね、高度計出してね、1着ということで予想外だったんですけどもね。はい、次ね、12レースね、優勝戦で、ね、しっかり当てて、もっと儲けて、終わりたいと思います。12レース視聴チェックしましたけどね、これね、すごく面白そうなレースになりそうですね。はい、2号車の佐藤玲選手がね、3-0ということで、で、そのインコースの上川選手が2-9で、10後ろの山本選手が1-28。これ佐藤玲選手、ちょっと厳しいんじゃないかなと思います。6号車の中村選手がね、一番インコース1-27。これね、非常に魅力だと思いますね。で、青山選手が2-8ということで、ちょっと佐藤玲選手がね、やっぱ売れてるんでね、ちょっとそれ蹴っ飛ばして、はい、穴目狙っていきたいと思います。やっぱ、多分これ荒れそうな気がしますね。山本選手もね、十分に優勝あるかなと思います。はい、12レース買いました。6の頭の12378と、3-168と、8-136。とにかくもう6886をね、厚めに買ったんで、中村選手と青山翔平選手に期待していきたいなと思います。さすがに、2号車の佐藤玲選手、1号車の谷川選手2-9出してるんでね、なかなか厳しいと思うんで、佐藤玲選手、もう買うのはやめてしまいました。さあ、それがね、吉と出るか、京都出るか、わかんないんですけどね。中村選手と青山翔平選手に期待して見ていきたいと思います。さあ、中村さん頼むよ。そして1頑張れ。うわ、6いけよ、絶対に。よっしゃ、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 中村さん、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、中村さん来い。中村どこだ。中村先。はい。よし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 。3-6入った。よし。3-6で行け。3-6-1。3-6じゃダメか。中村さん頑張れよ。あの方に行けよ。え、なんだよ。やばいってそれは。何言ってんの中村。じゃあ3刺してくれ。頭も入れてくれ。3番。3番刺してくれ。3番入れ。3-1なれ。頼む。やべ、1-3だけ買ってね。3-1。3番。よし、1番ここで。3番行け。3番負けれ。よし、3-1。いや、3人は持ってない。3人はダメ。うわ、3人は持ってない。3人だよ。3人だけ勝ってない。12レース終わりまして3-2-1で確定ということで、山本正幸選手見事優勝おめでとうございます。いや、車検の方はね、 2着入れてなかったということ で最後の最後でね、2がまくって3-2-1になって、一応3-1-2だったと思ってたんですけどね。今回はね、9レースか12レースの後編をね、お送りしてきました。まあ、ということで終始の方はね、こちらとなっています。はい、いや、最後の最後ね、ちょっと外してしまってね、少しマイナスになっちゃったんですけど、はい、まあ久しぶりの川口オートということで、本場開催生で見に来れたということで、まあ、非常に楽しめたかなと思います。はい、いや、できればね、最後当てて終わりたかったんですけどもね、最後の最後佐藤玲選手がね、2着に上がってきたということで外れてしまいました。
いや悔しいなということでね、川岸がまたね再開ということで、これがまた本場のね撮影が増えていくと思いますので、ぜひ楽しみにしてください、はい、ということで、今回の動画はこちらで終わりたいと思います。この動画が楽しかったという方はね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで終わりたいと思います。ではバイバイ。チャンネル登録お願いします。